2019明治安田生命 J2 リーグの第11節の2日目です。岡山市にありますシティライトスタジアムファジアーノ岡山対東京ヴェルディのゲームをお届けします。過去の対戦成績は岡山の7勝東京ヴェルディの10勝引き分けが4つです。そして両チームにとっても平成最後のゲームということになります。今日のスタートのメンバーフォーメーション合わせてご覧いただきましょう。ゴールキーパー市森、右に向原、センター田中チェジョンウォン、左広木、関戸武田翔平のボランチ、右久保田、仲間が左、レオミネイロ、イーヨンジェの2トップです。東京ヴェルディ今日のスタートのメンバー 4-3-3 のフォーメーションを予想しています。上福本ゴールキーパー、右に若狭、センターリヨンジと平、左奈良は井上志音のアンカー、その前に渡辺佐藤雄平、そして右に藤本、センター原と左小池です。ここで左に広げて奈良はグランダーのパス、原とが受けてミドルレンジからシュートまで行きます。いいですね、はい、田中裕介、ホワイト監督も先ほどのパス回しにですね、大きな拍手をしてました。前で奪った仲間、そのままシュート、わずかに右、ここで奪って、まあ仲間の得意なパターンのプレー、そして左足のシュート、ちょうど中央にチェジョンを、長身のプレーヤー田中裕介も動く、ゴールに向かってくる、ヘーディング、ヨンジェ、まあいいボールですね、はい、中に運びます、シュートは塞がれましたが、武田左足、これを奪った、今度はヴェルディ、花戸へ、浮き球の佐藤のパスからヘディングは触れません、高藤がシュート、最後はスライディングで若さ、がしっかりこうやってパスを回しています。ヴェルディです。井上志音、奈良は小池が近くにいますが、ここは1対1を仕掛けるか、グランダーでパスを出して、井上志音のパスから花と、花とのボレーシュート、ボール小池、花と藤本、もう一度小池、ワントラップして横から奈良は先制ゴール、東京ヴェルディ、ペナルティーエリア付近でボールを回して、最後は左サイドバックの奈良のゴール、今シーズンの初ゴール、全部がフリーでしたね。佐藤、早く縦入れました、小池、後ろからシュート、うわー、よくブロックした、あ、しかし PK を取ったか、よく防いだように見えましたが、まあ、これが手に当たったということですね。手で防いだということでカードも出ます。左利きの花戸です。さあ、東京ヴェルディ大きな追加点のチャンス、 PK を得ました。花と止めた、こぼれ球どうか、もう一度ゴール前は枠に行きませんでした、市森が止めました、ナイスキーパーですね、
一森見事に止めました。久保谷というところですよね。ゴール前フェリック同点に追いつきました。イオンジェの同点ゴールで1対1に追いつきました。ヴェルディはまた追いつかれました。長いボール、イオンジェパスを出して武田の折り返し、シュート、ゴール前、仲間、後ろからイオンジェ、これもブロック、まだあるか、関戸、ここも止めた、井上が止めた、そして笛が鳴りました。1対1のドロー。平成最後の一戦は1対1のドロー。